はい、それでは、今日の、授業に入りたいと思います。でまず、最初にその計算機数学1という授業タイトルで、その計算機数学という名前なんですけれども、ちょっと、まあ、やや抽象的な面がありますので、もう少しそのこの授業でやるテーマをですね、具体的に説明したいと思います。まあ、計算機と聞いて、皆さんこうどんなことを想像するでしょう。多分人によってこれ、いろいろなものを、異なるものを思い浮かべるのではないかと思います。とまあ、今、皆さん日常でこう計算機に接しない日というのはほとんどないですよね。で、皆さんが手にしているスマートフォンというのも、この技術的にはこの計算機ですので、だから、まあ、皆さんがスマートフォンを持っているということは、計算機に触れない時はほぼないと言っても過言ではないと思います。で、それで計算機の数学というのもまたですね、その皆さんが思い浮かべる計算機のジャンルぐらい、いろいろ種類がありますが、ここでは、この授業では、その計算機、いろんな数学の中でどういうことをやるかと言いますと、まあ、ちょっとここに少し補足をしますけれども、その計算機上で、主に、整数ですとか、それから多項式に対するその代数計算を行うための数学を扱います。まあ、この辺の話はまだ話ですので、まあ、無理してノートを取る必要ないかもしれません。代数計算を行うための数学ですね。で、まあ一応キーワードがいくつかありますけれども、まあ、整数ですとか、それから多項式、それから代数計算という、まあキーワードがですね、この授業のキーワードになるかと思います。で、もう少しその特徴を説明しておきまして、同時に、この皆さんがこれから勉強する上での、まあ、指針といいますか、こういうことに気をつけてほしいということを説明したいと思いますけれども、まず一つ目は、上のキーワードにもありましたけど、代数的なものを扱うってことですね。で、これはどういうことかというと、まあ、代数的って皆さんどういう、概念を思い浮かべるでしょうか。今までこの2年間数学を学んだ経験から。で、代数的っていうと、まあ、例えば、方程式ですとか、それから、まあ、群ですとか間ですとか、そういったものを想像するんではないかと思うんですけれども、まあ、大体そんな感じですね。で、まあ、具体的には、例えば加減乗除ですね。まあ、これは、数学の中でも最も基本的な計算の一つだと思いますけれども、で、あるいは、まあ、代数的な性質っていうのは、まあちょっと抽象的に書きましたけれども、まあ、多分去年の代数入門で学んだような、その群や間や体の、まあ、いろいろな性質があったかと思います。そういったものを、性質を使って、こういろいろな計算もできる場合もありますので、まあ、これらに基づいた、まあ、計算を行うと。
というのが、まず一つ目の特徴です。ですので、多分、去年の代数入門の知識は出てくることは頻繁にあるかと思いますので、先ほども言いましたが、よく復習しておいてください。で次に、この計算機数学の特徴として挙げたいのは、構成的という部分です。で、これはどういうことかというと、ちょっと書きますと、具体的な計算手順を伴うということですね。で、具体的な計算手順を伴うというのはどういうことかというと、皆さん例えば、これまでの数学を学んできただけで、何々が存在するという、性質ですね、という証明をいろいろ目にしてきたことがあるかと思います。で、普通の、今まで、学んできた、数学ですと、ある、数学的な対象が存在するということが分かれば、それでよしということが多々あったわけですね。あるいはそのあるものの存在を証明するのに、存在しないと仮定して矛盾を導くような背離法のような証明の仕方もあったかもしれません。しかし、この計算機数学で扱う題材では基本的に存在するものは計算するという立場に基づいて、そのものの性質を調べていきます。ですので、単にこのあるものが存在するっていうだけではなくて、じゃあそれを具体的にどうやったら計算できるのかと、そういう観点から、この数学の対象を見ていきますので、で、先ほど、ガイダンスの時に説明しました、実際に演習問題を自分でやってみましょうっていうのは、これなんですね。その具体的な手順が必ずをやりますので、その具体的な手順を理解してほしいというのがあります。それから、じゃあちょっと黒板こっち行きますか。一応ですね、黒板の書く順番に番号を振ってます。1枚目、2枚目、3枚目って番号を振って、なるべく皆さん順番で追えるようにしているつもりなんですけれども、もしこの番号を書き忘れたりですね、間違えていたりしたら、教えてください。なるべく忘れないようにしておきます。で、特徴の3つ目としましては、実用的なものをやりますと。そういう面も、ありまして。で、これはもう少し詳しく言うと、これ2つあるんですけれども、まずは、理論の正しさのみだけでなく、効率ですね。効率も重視すると。で、これはですね、例えば今皆さん、インターネットでいろいろな通信をする際にですね、自分と相手とのやり取りを暗号化して第三者に知られないようにするというような技術があることはすでにご存知かと思います。その暗号化にはやはり数学の理論が用いられていて、皆さんが入力した情報をある手段で計算して暗号化された情報にして、それを送って今度それを相手方である手段で複合すると。で、元のメッセージを取り出すということをやるわけですけれども、例えば、皆さんが、明日、サークルの打ち合わせがあるんで、例えば、6時に、そこの、一栄棟の前に集まってくださいっていう連絡を、
まあ、暗号化する必要もないかもしれないですが、仮に暗号化して送るとしてですね、暗号化するのに1年かかっていては、こう、役に立たないわけですよね。で今すぐ送って、明日までにこう相手に知ってもらいたい情報を暗号化するのに1年かかるっていうのでは、こう役に立たないので、この効率というのが非常に、この実際、実用上では重要になります。ですので、ただ単に正しく計算できるというだけではなくて、そのなるべく早く、もしくは、なるべく、より少ない手間で計算するという側面も重要になってきます。でそれから、もう一つは、まあ、ここでその議論する数学の内容というのは、単に人間の頭の中で考えるだけではなくて、実際にこうコンピューターで何らかの形でこう実行できるような形にする必要があるんですね。ですので、2つ目の特徴としましては、その実用的な2つ目としては、実際の、計算機上での動作や計算も考慮するといったことがあります。といったようなことでですね、計算機数学というと、まあ、いろいろな意味が世界中ではありますが、一応この授業では、こういった特徴を持つこの数学を、まあ、説明していきたいと思います。まあ、ちょっと一気に喋ってしまいましたけれども、何か気になるところありますでしょうか。はい、で、一応先ほどのガイダンスの際にちょっと言い忘れたことを思い出したんですけれども、確かこの授業科目は教職のための科目としても指定されていたと思います。ですので、まあ、多分この授業を聞いて、で教職の単位を取って、でこれから先生になってこう中学校や高校で教える人もいるかもしれませんけれども、まあ、そういう意味ではまあ、あまりハードルを単位を取るためのハードルを上げすぎると、やっぱり教職を取る人には多少きつい面があるかもしれませんので、そういう面は多少は考慮しながら授業を進めたいと思いますけれども、仮に皆さんがですね、まあ、中学校や高校行って教えるときにですね、まあ、計算機について何かその生徒さんたちにこう教えるときに、まあ、多分その時も新しい知識をですね、仕入れる必要性はあるかもしれませんが、まあ、その基盤として困らない程度のこう内容の話はしていきたいというふうに思います。それから、あと逆にですね、こう、まあ、先、皆さんの中にはよく勉強していて、こう、もしかすると、ここで授業で喋る内容は非常にもうすでに分かっていることでつまらないと思う人もいるかもしれませんが、そういう人はぜひ、先ほどのガイダンスの際に挙げたですね、参考書などを読んでですね、もっとより先の深い内容に精通した上で、できれば計算機数学の方に例えば卒業研究とかですね、来てこう一緒に勉強できたらなというふうに思いますので、できる人にはぜひ、まあ、自分でいろいろ勉強してもらったり、あるいはこの授業でここはこうじゃないかとツッコミを入れてもらうことを期待しております。それくらいですかね。はい。で、あとまあ、坂井先生のテキストをまず見ていきますと、大体そうですね、4ページから5ページに記号がいろいろ書いてあります。で、中にはその、
まあ、数学、純粋数学でよく用いられているものもありますし、あとその純粋数学ではあまり馴染みのない記号もたまにあるかと思いますけれども、まあ、これらはその都度授業で出る際にも説明していきたいと思いますが、何かわからないことがありましたらここに戻ってきてみてください。それからあと、5ページの下の方にはそのアルゴリズムの説明があります。で、このアルゴリズムに関しては、去年の、計算研修の、まあ、どちらかというとハスケル編の方で若干触れた面があるかもしれませんけれども、まあ、これについてもまた、今後ですね、こう登場した際に、それぞれ必要な場面で説明していきたいと思います。はい、じゃあそれではですね、一応、坂井先生のテキストですと、その7ページの準備というところから入っていきたいと思います。で、1.1 がコンピューターの基本構成となっておりまして、で、まあ、一応テキストの方にですね、こう、一つ一つ、説明があります。で、皆さんが使っているそのコンピュータといってもですね、こう、いろいろなものがありまして、例えば、携帯電話ですね、スマートフォン、それから、まあ、ガラケーもそうですけれども、それから、あとは、皆さんに比較的に馴染みが深いものだと、まあ、もちろんそうですね、サテライトの端末は、まあ、いわゆるパソコンですから、計算機やっても分かりますが、あとは、まあ、証明書の自動発行機ですとか、ああいった範疇のものは大体すべてこうコンピューターと呼べるものだと思います。で、コンピューター、この辺の話は多分、多分皆さん1年生の時に共通科目の情報でこう受けた内容とかなり重複するかもしれませんけれども、一応もう一度ざっと復習をしておきます。でなぜかというと、先ほども説明したように、この授業で扱う数学というのがその、まあ、コンピューターの、いわゆる内部の構造の一部などとも深く関わってきますので、その手法ですとか、それから考え方がですね、このコンピューターの仕組みとも深く関わってくる部分がありますので、一応まあコンピューターの構成の基本的な部分は、もう一度復習して、進めたいと思います。で、まあ、テキストを見ますとこう図がありまして、で図でそれで説明をこうバーッと書いてますので、一応まずもう一回箇条書きで、そのコンピューターの構成するいろいろな装置について書き出してみたいと思います。でまあ、皆さんは、まあ、必要に応じて、まあ、必要な人はメモを取ってください。まず、図を見ますと最初にその中央処理装置というのがあります。でまあ、英語ですとそのセントラルプロセッシングユニット、略して頭文字を取って CPU と呼ばれる部分です。まあ、これ人間で言えばこの脳に当たる部分ですね。まあ、これがないととりあえずコンピューター何もできないということで、まあ、これが人間の脳に当たる、まあ、一番重要な部分といっても過言ではないでしょう。で、この中央処理装置 CPU ですけれども、さらに中では2つの装置に分かれておりまして、1つは制御装置と呼ばれるもの。でもう一つはその演算装置と呼ばれるものに分かれております。
で、あとこれも、その人間の脳に置き換えるとなんとなく分かりやすいかと思いますが、まあ、制御装置はそのコンピューター の他の装置ですね、他の装置にこういろいろな指令を与えて動作をさせたりとか、それからあのデータを取ってきたり、送ったりすることで、こう全これらのこれから説明する装置全体が一つの計算機としてきちっと目的の動作を達するようにすると、そういう仕組みですね。だから人間でいうと、例えばその各ですね、体の臓器を適切に動かしてこう栄養を取ったり、それから酸素を取り込んだりできるように制御すると、まあ、そういった装置だと思えばいいでしょう。でからと演算装置は、これはまさにその文字通り計算をする装置なんですけれども、まあ、基本的にコンピューターというのは人間ほど頭が良くなくてですね、コンピューターができる演算は、まあ、大まかに言って算術演算と論理演算だけだと、だけってことなんですが、主に算術演算と論理演算だと思えばいいでしょう。算術演算は、まあ、加減乗除、あるいはその他ものですね。それから論理演算は、その皆さんが多分情報処理とか、それは集合論で勉強した、そういう論理的な計算ですね。そのぐらいしかできません、コンピューターというのは。だから、逆に言うと、そのぐらいの計算しかできない装置でですね、こう、今日いろいろなところで皆さんのために役立っているというのは、それは驚くべきことかもしれないですけれども、まあ、基本的にそういうことをやっていると。まあ、この制御装置と演算装置から成り立っています。で、CPU の次に、出てきますのが出力装置と呼ばれるものです。まあ、これはメモリーとも呼ばれます。で、まあ、人間の、まあ、体に置き換えますと、やっぱり人間ではこの脳がですね、脳にもこの出力装置、メモリの機能があるわけですね。そういった意味ではこの人間脳というのはいろいろなコンピューターにおけるいろいろな機能を一つの機関で司っている、まあ、複雑な存在と思えるかもしれませんけれども、まあ、コンピューターは その辺をもう少し分量化しているわけです。で、この出力装置にはその主に、この実際に我々が計算をする対象ですとか、それから計算をする手順もこのメモリの中に格納しています。要はプログラムというものですね。プログラムというものはこの計算機にですね、いろいろな処理をさせるため の一連 の手順を記した、このものでして、このメモリに入っていると。で、これからこの次に外部記憶装置というものについても紹介しますけれども、その記憶のですね、一つには記憶の速さ、記憶をしたり、あるいは記憶したものを取り出したりする速さの違いがあります。で、あとその記憶をどのぐらい保持できるか、すなわち例えば電源を切った計算機の電源を切った際に記憶を保持できるかできないかという違いもありまして、まずそういった面でちょっとこれから後で述べる外部記憶装置とこの主記憶装置というのは性質が異なりますので、その使い道も異なってくるんですけれども、まず主記憶装置について述べておきますと、まず最初に、まあ、記憶したりですね、それから記憶したものを読み出したりする速さですね。で、これは、速いです。速いというのは、これから後で述べるその外部記憶装置と比較すると速いです。まあ、人間の脳に似てるかもしれませんね。その代わり、まあ、電源を切ると、基本的に内容は消えます。
まあ、中にはそのフラッシュメモリーのようにその電源を切っても記憶内容が保持されるような記憶装置もありますけれども、まあ、基本的なその計算機で使われているメモリーというのは電源を切ると内容が消えると。でまあ、この辺も我々のノートに似ていまして、一晩寝るとこう内容を忘れるという、ただ人間の場合はその忘れる場合と忘れない場合とありますけれども、ちょっと小耳に挟んでいる情報は、まあ、一晩寝ると忘れるかもしれない。そういう意味では、こう、人間の脳に似ている面があります。で、これに対して、外部記憶装置というのがあります。でこの外部記憶装置の、特徴はですね、今のメモリとはちょっと、ある意味逆の面がありまして、まあ、記憶や読み出しの速さっていうのは、比較的遅いです。でその代わり、電源を切っても内容が消えないというのが特徴です。でまあ、この辺はこう人間で言うとこう 手でこう紙にメモをするような行為に似ているのではないかと思います。人間がですね、この紙にメモをするのも、頭に覚えるメリは遅いですし、それからこう読み出すのも、思い出すのも遅いかと思いますけれども、まあ、一晩寝てもメモした内容はまあ消えないという点では、こう外部記憶装置とも言えるかと思います。でまあ、この外部記憶装置の代表的なものとして、まあ大体10年前ですと、フロッピーディスクというのがありました。今日はちょっと実物を持ってこない、忘れてきてしまいましたけれども、これ記憶容量が約 1.5 メガバイトですね。このメガバイトという単位は今どのぐらいの人が認識するかわからないですけれども、とりあえず、今の皆さんが扱う情報で言うと、デジタルカメラの画像は多分入らないじゃないですかね、今の時代では。そのぐらい小さな容量の、外部記憶媒体でした。で、それが今ですと、まあ、例えば皆さんよく持ち歩いている USB メモリーですとか、それからまあ SD カードといったようなそのメモリーカードですね。そういった媒体がありまして、大体その容量っていうのは、大体数百メガバイトから数ギガバイト。で、まあ、フロッピーディスクの時代に比べると、その容量では大体、まあ、1000倍ぐらいのオーダーにこう進化していると言えるわけです。ですので、皆さんが持っているこの USB1 本ですね、フロッピーディスク、僕もフロッピーディスク1000枚集めたことはないので、よくわからないですけども、だいたい50枚集めたぐらいでこんぐらいの大きさですから、1000枚集めたら多分段ボール箱1本ぐらいになるかもしれないですね。まあ、それぐらいのこう情報を今では非常に便利に持ち歩くことができるようになっています。まあ、ちょっと余談でしたが、こういう話がありました。
で、あと、最後に、その、装置の中で最後に出てくるのは、入出力装置というのがあります。まあ、これはまあ、人間でいうとその目や耳などのようにその外の情報をこう脳にですねこう伝える器官であったり、あるいは人間ですと例えば声帯ですとか、それから手などのようにこう音声でこう情報を伝えたりとか、それからあるいはこの動作ですね、物が情報を伝えたりとか。そういったものに対応するかなと思いますけれども、例えば入力ですと、まあ皆さんよく知っていると思いますが、まあキーボード。それから、まあパソコンですとマウス。それから、今のその携帯電話なんかですとタッチスクリーンなんかもありますね。あれはまあ入力装置と言えるわけです。それから、出力としては、例えばモニター、これ、まあ、ディスプレイというふうに呼ばれますが、あとは、まあ、パソコンに比較的近いものですと、まあ、プリンターなどなどというのが装置があります。まあ、この辺の話は多分皆さんよくご存知だと思うんですけれども、一応ですね、このテキストには、この今述べました、このコンピューターの各装置のこう図がですね、書いてあります。で、実はここにあります図の形というのは、JIS ですね、日本工業規格、皆さん JIS って聞いたことあると思うんですが、この JIS の情報処理に関する規格で、こういろいろな情報をやり取りする際に、そのまあコンピューター関係の情報をやり取りする際にですね、この計算機システムはこのような図で書きましょうというふうに決まっているものがあります。で、実はここの図にあります外部記憶装置とか入出力装置というのは、確かこの一番この JIS の規格にのっとって書いているものだと思いますけれども、まあ、このテキストの図では非常にこう白地にこう黒い直線だけ書いた図で書かれておりまして、こう皆さんが現実に扱っているコンピューターの世界とはあまり縁がないような気がしますので示するんですけれども、実際にこう皆さん例えばサテライトの端末で使っている際にですね、こういったものを実際に使ってるんですよね。で、それをちょっと、もう少し身近なものだというのを知ってもらうために、今日はここに、1台のパソコンを持ってきました。これは、まあ、僕が実際に使っていたもので、今はちょっとお休みしてるんですけれども、7、8年前に買った、計算用のパソコンです。で、ちょっと皆さんに聞きたいんですけれども、こういったパソコンの、蓋を開けたことのある人、どのぐらいいますか？あ、それなりにいる。じゃあ、あと中のこう部品を交換したりしたことある人、どのぐらいいますか？はいはいはい、わかりました。それからあと、ノートパソコンの部品を交換したりしたことある人、どのぐらいいますか？はい、わかりました。はい。じゃあ、多分、多くの人にとっては、今伸びた装置がですね、実際にこの中ではどのように収められているのかというのを見るのは、まあそんなに損ではないと思いますので、今日は実際にこのパソコンの中の装置をお見せしたいと思います。でただ、ここですと非常に小さくて見にくいと思いますので、今日はビデオカメラを持ってきて、この拡大した映像をスクリーンに出したいと思います。でちょっと準備しますのでお待ちください。一応ここにビデオカメラが
ありまして、実はこれは僕 のこのビデオカメラは僕の私物で、まあ、家族の映像なんかを子供たちなんか撮ったりしてるやつなんですけれども、一応ここでちょっと、まあ、こういったパソコンですね、紹介したいと思います。でちなみにこ のパソコンはですね、サンマイクロシステムズという会社のものでして、で、僕が、まあ、大学院生だった30年前から25年ぐらい前にワークステーションという計算機の一部分野で一世を風靡した会社なんですけれども、あとはそうですね、皆さん Java というのを聞いたことがあるかもしれませんが、 Java というプログラミング言語もこのサンマイクロシステムで作られたものです。ただまあ残念ながら、その後ですね、まあ、業績が振るわなくなりまして、オラクルというデータベースの会社に買収されまして、今ではその Java もオラクルの製品として世に出ています。ということでまず、このパソコンなんですが、脇を開けられるようになっておりますので、開けてみますと、こんな風に中身が出てきまして、ちょっと中にちょっとカメラをこう近づいてきますね。でこのパソコンの中はこんな風になっております。で、この辺にですね、この緑色っぽいその電子部品の乗った基板がありまして、でこれをまずシステムボードというふうに呼びます。でこのシステムボードというのは必ずどのパソコンにも備えられているもので、ノートパソコンにもノートパソコンに入る大きさのシステムボードというのが備えられています。で、まず最初にこのシステムボードの上にですね、このひときわ目を引くこの機械がありますが、これは実はファンなんですね。ファンというのはまあ、扇風機のように風を送る装置です。で、この下に CPU が入っています。CPU はかなり熱を出す素子ですので、CPU 自体の大きさはかなり小さいんですけれども、それに対して、かなり大き、比較的大きさの大きなファンを取り付けて、熱を外へ逃がすようにしています。でちなみに、このパソコンに入っている CPU と同じ大きさの同じ規格のものはこれです。これは実際にこのパソコンに買った時に入っていた CPU でして、その後ちょっと性能を上げるために僕が別の CPU を買って交換したもので、これがその時ですね、取り出して今でも保管しているものです。でちょっとついでにですね、このじゃあこの CPU のこう少し拡大しますけれども、こんな形の組織として、でまあ大体そうですね、5センチ角ぐらいですかね。裏面はこれちょっと見づらいかもしれませんが、全部ピンなんですね。こんな風にピンがたくさん出ています。ほとんど裏面全部全面ピンで埋め尽くされています。まあ、百何十歩ぐらいあるかと思うんですけれども、これに、例えばそのデータをやり取りする情報ですとか、それからそのメモリのアドレス、メモリにアクセスするための情報ですとか、それからその他のコンピューターを制御するための情報、いろいろな情報をこれらのたくさんの数のピンでやり取りをしています。でさて、次にですね、まず CPU の話をしましたので、その次にここにですね、上にこう、ここではその2枚ほど、こう何か、板みたいなのを育てていますが、実はこれがパソコンのメモリです。で、ここには実はもう2つスロットがありまして、合計で4枚のメモリを挿すことができます。じゃあ参考までに実際にこのメモリを1回抜いてみます。実物はこんな感じですね。こんな感じです。で、ちょっとカメラで映しましょう。こんな風にですね、このメモリの、メモリチップが表側に何枚か載っていて、あと裏側にもこう何枚か載っています。で、このチップ、このメモリの板のですね、下の方にこう、黄色に光るものがありますけれども、これ実は端子でして、こんな風によく近くで見ますと、こんな風に何十っていうこう端子があるわけですね。裏面にもこう同じように何十という端子がありまして、ここでこのメモリとCPU の間でこうデータや
必要な情報をやり取りしています。であとはですね、このシステムボードの上にはこういろいろな装置が載っていますけれども、こちらその次にその外部記憶装置ですね。外部記憶装置として、皆さんハードディスクっていう言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、このパソコンにはこのハードディスクがこう2つついていまして、これ外すことができます。実物はこんな感じですね。で、まあこれはもしかすると知ってる人もいるかもしれませんが、大体そのパソコンを起動するのに必要なデータやプログラムというのはこのハードディスクに収められております。でちなみにちょっと今日は準備の都合でこのハードディスクの中身までは用意できませんでしたけれども、このハードディスクの中身って見たことある人いますかね？ちょっとここまで来るとちょっと珍しいかもしれませんけれども、実はこのハードディスクの中身は本当に丸い円盤がですね、何枚か入っています。皆さん、まあ、コンパクトディスクとか DVD っていうのは知ってると思いますが、だいたいああいった形で、ここに入るようなぐらいまで大きさを小さくしているような、そういう円盤がこう何枚か入っていて、この中で高速に回転しています。で、まあ、なかなかそのハードディスクの中身まではですね、このハードディスクばらさないと中身見られませんので、見る機会ないかと思いますが、もし、皆さんこれからですね、まあ、パソコンを捨てるような機会があってですね、で、まあ、こういったハードディスクをばらすような機会があったら、一回見てみるといいかもしれません。それからと、他にですね、パソコンの外部記憶装置として、もう一個はここに、DVD ドライブがありますね。例えば CD とか DVD といったこのメディアを読み取るドライブがありまして、それも、まあ、ここら辺から、こう、ガチャガチャとやると、取り出して交換されることができます。であと、この上に、ここにあるのは、このパソコンの電源ですね。パソコンのこの、各回路に電気を送って動かしています。でそれから、ここにですね、こう、何個か、カードを挿すスロットがありますけれども、多くのパソコン、大きなパソコンですと、こういったスロットが何個かあって、パソコンのいくつかの機能を拡張することができます。例えば、このパソコンの場合ですと、ここに1枚カードが入っていますけれども、この場合、ここではそのグラフィックカードといって、ディスプレイに出力する、映像のですね、性能、描画性能などを上げるための、このカードがここに入ったりしています。あとは、ここ、そうですね、マシンのこの辺に、その大きなファンがありますけれども、まあ、このケースの中身全体見てみますと、意外と中はスカスカのように見えますけれども、これはそのやはり、放熱を考慮してのことで、やっぱり、CPU が非常に高速に動作しますと、たくさんの熱が発生しますので、それらの熱を効率よく逃がすように、非常に空気の通りが良くなるような構造になっています。そして、まあ、大きなファンで、ここからその中の空気を外へ逃がすことで、逃がしで、かつ、こちら反対側のですね、この辺の空気の取り入れ口から、こう、冷えた空気を取り入れることで、こう、パソコン全体のシステムをうまく冷やして、まあ、温度が上がりすぎないようにすると、そういった工夫をしています。まあ、以上が、まあ、基本的なパソコン の各装置の構成でして、で、ノートパソコンになると、なかなかこんなふうにこの開けて中身を見る機会もないかも、ないかもしれませんけれども、一応こういった形でいろいろなシステムが組み込まれて、ノートパソコンにも同じようにこれらのシステムが組み込まれています。ということで、まあ、一応皆さんが、これからですね、我々が今喋ったですね、この各コンピューターの各装置というのは、こう皆さんが実際にこう使っているものと、そんなに縁が遠いわけではないということを知っておいてほしいと思います。何か質問などありますか？はい、じゃあとりあえずこれでこの画面はおしまいにしましょう。
それでですね、あと、まあ、今日、だんだん時間が少なくなってきましたけれども、もう少し、これからですね、我々が学ぶ、計算機数学との、あと実際の計算機の動作との、対応に関する理解を深めていくために、少しばかり、このテキストと、ちょっと順番を前後した説明をしたいと思います。まず、計算機が扱う情報に関してなんですけれども、まあ、先ほどちらっと触れましたが、その計算機に何か動作をするための命令ですとか、それから計算を行うために取っておくデータですね。で、これらは、まあ、今のデジタル計算機ですと、このまあ0と1の状態。を、まあ、表すもの。を、まあ、使っています。これは、皆さんも、よく周知の通りだと思いますけれども、まあ、表すものっていうのは何かっていうと、まあ、0と1の状態なんですが、実際には、例えば計算機っていうのは、電気で動くわけですね。電気で動くっていうことは、現在のその電磁気学の、まあ、基本的な理論に基づいて動くわけで、そうすると、この電気回路の中では、0と1の状態っていうのを、その回路に流れる電流が高いか低いかって、あ、電圧か。電圧が高いか低いかっていうことで表してるわけですね。電圧が高い状態を1として、電圧が低い状態を0というとするというような形で、こう表しているということで、を表すものというふうに書いてあります。で、まあ実際には、その0と1と思っていいわけですね。で、これを、皆さんよくご存知だと思いますが、ビットという言葉で、単位で表されています。で、それから、まあ、まあ、このビットが N 個で、まあ、N ビット、N ビットになって、それから、まあ、8ビット、8がありますと、これを、まあ、1バイトというふうに呼んでいます。で、次に、先ほど紹介しました主記憶装置メモリの配置と、それからワードという概念について、説明しておきたいと思います。で、先ほどですね、そのメモリーがありますという話をしたんですが、じゃあ、メモリーにその今述べたですね、このビットと呼ばれる情報を、まあ、どのように蓄えていきますかっていう話ですね。で、まあ、よく使われるのが、これから書くような図なんですけれども、まあ、こういう、こう、細長い、まあ、ビルみたいなものだと思えばいいですかね。で、ここに、まあ、0か1をですね、こう、8つ並べていきます。で、
まあ、これがだいたいそのメモリの模式図です。で、まあ、これがですね、実際にこの、まあ、ビルみたいなものなんですけれども、合計で N 階建てのビルになっていまして、で、そこに、まあ、実際の我々のこう使うビルですと、1階、2階っていうふうな名前をするわけですけれども、その代わりに、ここではですね、アドレスという、あの番号を振りまして、で、これ一番下から0番地から1番地でだんだん大きくなっていって、最後一番高いところが2-1番地、まあ、このようなあの形でですね、この、そのデータの場所を指定するようになっています。で、これで、その、各階ごとにですね、各番地ごとに、その1バイトずつ情報を格納しておきますので、合計で、このメモリの容量は、N バイトの、まあ、例ですね、これは。まあ、そういうあのメモリの配置をします。まあ、これがその計算機のメモリの配置の基本的なものです。基本的にはその、まあ、バイト、1バイトを単位としてこうメモリをあの線形に積み重ねていくということにも注意してください。で、まあ、CPU とそのデータをやり取りするたり、それからプログラムを、このメモリに格納されたプログラムを読み出したりする際にも、この、まあ例えばある番地からですね、順番に読み出すと、そういう線形なアクセスを行います。で、最後にですね、このワードという言葉について説明します。しておきますけれども、ワードという言葉というと、なんかワード語という語というのはちょっとあの自己循環のような感じがしますし、あと確かある学類の学類詞もこのにのタイあの学類詞の指名とにもこういう言葉が用いられているところがあるかあると思うんですが、ここで言うワードというのはあの CPU で一度にやり取りするデータ量の単位のことです。で、最近ではその、まあ、32ビットまたは、まあ、64ビット、でがこうワード1ワードというふうにこう扱われることが多いです。で、まあ、ちょっと時間がそうなので、まあ、チャイムが鳴るところまで行きますけれども、例えば1ワードが32ビットの場合ですね。メモリのその、あのアクセスの仕方というのは、思ったんですが、ちょっと図を描いてるとチャイムがなりそうなので、じゃあ、今日のところは、ここのワードの言葉の説明までにして、実際のこの、1ワードが32ビットの場合の、その、まあ、メモリの配置のところから、また次回、説明をしていきたいと思います。ここまで何か、質問などありますでしょうか。
じゃあ、こんな感じでまた来週も進めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。